トヨタ夕方エンジンは、トヨタ自動車工業で製造されていた0.7リットルから0.8リットル級の空冷水平対向二気筒ガソリンエンジンの系列である。同社としては、最初にして唯一の空冷水平対向による二気筒エンジンであり、最初に登場した夕方のボアストロークは 78mm73mm、mm、のオーバースクエア。 水平対向に気筒で洗練の多い半球型燃焼室を持つクロスフローベ弁配置となり、性能は最高出力 28PS4300rpm、最大トルク 5.4kgfm2800rpm を達成させた。後年に至るまで同社としては史上唯一となったこの空冷エンジンはシトロエン 2CV 同様の水平対向に気筒で、 プロペラファンより、やや効率が劣るがコンパクトで騒音が少ない、延伸式のシロッコファンとシュラウドを組み合わせた強制冷却という点は共通する。しかし 2CV エンジンは、日本の内燃機関の通例から乖離した特殊設計でもあったため、より常識的な BMW や、チェーンダップなどのドイツ製オートバイ用水平対抗に、軌道エンジンをも参考とし、振動対策にも、 意を払った。経験の少ない空冷エンジンの設計で、開発陣は熱変形など冷却対策に苦慮したという。吸排気バルブの隙間調整機構として、日本の乗用車としては初の油圧式、ラッシュアジャスターを採用し、メンテナンスフリーを実現したことが特徴である。軽量かつ簡潔、しかもコンパクトにまとめ上げられた、このエンジンの採用で、後輪駆動車ながら、 エンジンルームの前後長を詰めることができ、前輪駆動車と大差ない居住空間が得られたが、同時に、空冷、水平対向二気筒エンジンゆえの騒音、振動など、ハンデキャップをも抱えることとなり、最終的に昭和50年排出ガス規制を達成することができず、自動車搭載用としては1975年11月をもって供給を終了したがその後も、 同社のマイクロバスであるコースター用のエアコンのコンプレッサー用、サブエンジン用として継続し、1977年5月の製造分をもって、明日ともに製造終了となった。夕方エンジンとは直接の関係はないが、2012年に発売されたトヨタ86を、採用とフ r s として、海外展開をする際、トヨタのエンジン系統名として、 スバル FA20 エンジンが 4UGSE という名称でカタログに記載された。日本国内では 4UGSE の名称は使われていない。エンジン形式一覧の自動車用エンジンの系譜を参照。シリンダのコネクティングロッド大単部を一体式とし、組み立て式クランクシャフトを窒素冷却して圧入する構造や簡素化を狙った左右同時点火など、 上道から外れた特徴が多かった。ありがとうございます。